はい、どうも花見です。ですね、来週がさ、もうあれ、ね、地区大会になっちゃうじゃんね。だから今日の、今日っていうかもう日曜日は終わったから、今週の平日がもう最後のテニスの練習か、まあ寝るかみたいな地区大会に向けての最後の調整になるわけなんですけど、来週、来月末あれじゃん、テストあるよ、体育祭あるんですがまあちょっと体育祭の前に地区大会がね、どうしようかなみたいな感じなんで、犬いメモ見てちょっと調整を、最終調整したいな。体調ひどやばくない？これ寝た方がいいんかな。学力も超頭悪いじゃん、どうしよう。寝よう。寝た方がきっといいよね。もう技術とかさ、体力結構あるからさ、いけんじゃないかなって思うよね。行きましょう。行きましょう。よっしゃ、もう寝るよ私は。大会前だけど寝るよ。アスリートは休息が必要よ。5月19日。すごいね。ちゃんと毎朝ランニングするからよ。すごいね。はあはあはあ。あと頑張らなくちゃ、地区大会までもう時間ないもんね。今週寝ますけど。あれ？大犬先輩相変わらず、白襟が後ろの街を映してますね。あ、犬先輩。もう少しピッチを落とした方が持久力がつく。おお、見られてた。はい。それとストライドはもう少し大きく取る。ストライド、その際肘は、ストライド、はい、腕振りみたいなことかな。はいはいはい。というわけだ。こうすればより効率的に弱点が補強できる。わー、すごい、ありがたいよね。こんなに教えてくれる先輩ってやっぱいないからね。ありがとうございます。もしかして先輩教えに来てくれたんですか？そうなの？わざわざ？いや、たまたま通りがかっただけだ。その一瞬で見抜いてくれんの、ありがとう。まあ、とにかく地区大会も近い、その調子で頑張る。ありがとう、犬先輩。ここって通学路でもないのに先輩励ましに来てくれたんだ。よし、燃えてきた。この河川敷みんな使いがちだよねなんだなんだ。私は2つ目の世学魂、データ予測を覚えた。なんじゃそりゃ、何それ、え、何全然寝る大会に向けて寝ますよ私は。33はひどかったからね。せめて良好で行かなくっちゃ。すっかり遅くなっちゃった、急いで帰ろうと。最近なんかこういう夕焼けを私見てないような気がする。あるのかな、ちょっと時間って、この時間に出歩いてないからいかんかな。いけない、宿題に使う教科書部室に置きっぱなしだ。置き弁だ、それはやばいね、焦るね。宿題できんな、まだ空いてるかな。あ、よかった、誰かいるみたい。こんな時間まで誰が残ってるんだろう。男子はこれでいいですね。おお、手塚部長。ああ、私は依存はないよ。入りづらいなこの声は手塚部長と龍崎先生。で、問題はミクスドだね。どのアングルから見てんねドラ近いとこから見とるやんミクスド。はい、順当に実力で決めるならばミクスド3が妥当でしょうか。思ったけどさ、この地区大会さ、普通に男子の部もやってミクスドもやるの、そんな感じだよね。めっちゃ忙しいね。あいつの不確実性にかけてみるのもいいかもしれません。不確実性ミクスド版かい。確かにそれも面白いんだが不安も残るね。ミクスド版といえば大将、やはり小高が適任だとは思うけどね。さては辻元の話をしているな。はい、確かに地区大会のオーダーの子とか誰のことで悩んでんだろう。お前だよ。こんなとこまで親父そっくりだね。京志郎のオーダーにもいつも悩まされてるねパパ京志郎って、え、じゃあ私のこと、私のオーダーで悩んでるの悩み悩ませとる手塚を
本人の希望ってわけにもいかないしね、こればっかりは。いやいや、初心者よ、ど初心者よ。いいの？もし私だったら、いやもう絶対いつも大将なんでトップしか興味ないんですよ、辻元は。うん、やっぱりそうだよね。誰だ？私だ。いけない、思わず声を出しちゃった。こういう時はミャオミャオ絶対絶命都市みたいなことすんな。なんだい、猫かい。虚栄都市もこういうのあったよね、なんか気づいてるだろ、わかるだろ。で、どうするね、手塚。大人な二人は気づかないふりをする。そうですね。いやいやいや、面白すぎ。どれだっつうのもさ、さすが手塚だよね。そういう気配も気づいてる。よかった、今のうちに。え、教科書は？教科書、教科書教科書取りに帰れてないじゃん。どっちに決まるのかな、考えると眠れなくなりそう。でもよくあんな猫の鳴き声に騙されてよね。騙されてねえよ。私ってモノマネの才能もあったりしてポジティブ。あ、教科書忘れてた。でも今更戻れないよ。もう龍馬くんに借り、まあいっか、龍馬くんに借りればいいし、今日は帰ろう。そうそうそう、龍馬くんに借りればいいよ。こういう時いいよね、同じ学年の子が同じ家にいると。めっちゃ何かあっても借りれる。今日は何しようかな、今日は何をしようじゃねえよ決まってんで、ちょっとあの何かあるといかんで、ちょっとセーブしますね。ごめんなさい、いつもめっちゃセーブ、もうセーブまみれやわはい、セーブ終わりました。じゃあちょっと初めての大会行きましょう。え、大丈夫かな、なんか不安しかないんだけど。あと誰と出るのって感じ、本当に。今日は地区大会だ。養殖、なんかスポーツ選手だからもうちょっとさ、なんかご飯考えたいなって思うもうご飯すぐ考えちゃうからね。あ、おはよう。うん、はい、牛乳用意してあるよ。牛乳、あれ、龍馬くん今日の寝起きはすっごく悪いかも、悪そうかも。そんなんで大丈夫？何がさ、寝ぼけたまま試合に出ないでよね。朝からテンション高いと肝心なとこで疲れて使い物にならないんじゃない？そんなことはないだろ人によりけりやん。私は朝も昼も夜も元気いっぱいなの。いいよ。うーん興味なさそうめちゃくちゃ興味なさそう。こうして地区大会が始まった。シード校の声楽の試合は準々決勝からだ。だいぶシードされてるね。準々決勝の玉林中を 5-0 で、準決勝の水の淵中は 3-0 と危なげなく勝ち進んで、そしていよいよ地区大会の決勝戦を迎えた。私のパートナーは、おっと、何も考えてなかった。手塚いいな。まあ、龍馬くんにしとく？無難に。龍馬くんにしよっか。なんか、追加サーブ打ってくれそうだし。ほら、ぼーっとしてないで。そろそろ行く。いや、いいな、主人公とダブルス組めんのいいな。あ、うん。緊張してるんじゃない？そりゃ緊張するよ。初めての大会だもん。してないよ、そんなの。そう。ま、別にどっちでもいいけどね。龍馬くん本当落ち着いてるね、すごいな。試合は一人でやるから、お前は足さえ引っ張らなきゃそれでいい。なんてこと言うんだ。おいおい、それはちょっと言い過ぎだ。言ってくれるじゃない。お前たちの対戦相手は不動峰中の橘吉平、橘庵の兄弟ペア。強そう初戦強。前の試合を見た限り息の合った強敵であること。え、勝てるかな、大丈夫かな。だがデータ上において、ペアの総合数値で互角。本当？冷静にいけば勝機はある。本当か、信じていい？はい。声楽に代々伝わる気合ボール、ステータスに振り分けろってさ。なんだ代々伝わる気合ボール、これ仲の良さかな、この玉の2つって。いやー、いや、ごめんね、実はまだ私が決めてる攻略対象出てないんですよ。
実は声楽の選手じゃないのででも声楽の試合は絶対声楽の人と組まなきゃいけないから、そのそんなに仲良くなる必要もないんですね。でもこうやってさ、その気合ボールとかいう球、あれ穴が5つあるんだけど、多分親密度で5つとかになれるんじゃないかなって思うんで、もう全然リョーマくんと仲良くないから2つですよどうしよう、パワーいっとこっかな、精神力、体力とちょっとパワーに振り分けますね。こんな感じですかね。お、よし、これでいこう。もう体力ないと話にならんでね、もうすぐバテちゃうから。おい、いい試合をしよう。まだ黒髪の頃の橘さん、1年だからって手加減はしないわよ。久しぶりやんちゃん、覚えてる？はい、全力でお願いします。試合は一進一退の攻防となり、お互い4ゲームずつを取り合っていた。すごいじゃん、めっちゃ互角じゃん。おお、いや出るよね。あれかな、なんか多分もう一個のテニススクール、テニスクラブに行ってたらユータと会えたのかなってことよな。勝手に勘違いかもしれんけどよっしゃ、性格魂。1ゲームの間、精神力、あー精神力ってそういうことか。あーなるほどね、50一気に、いや今はまだ温存しとこう、次のゲームで。プレイ、よっしゃ行くぜ。このくらい、どうだ、いっけ、どうだ、ナイス、お追いついた。おおお、何何何、ドロップボレー、おおあーっつってドロップのボレー強いよ、いいよいいよ、あざっす。このくらい、ナイス、私だって声楽の一員なんだから。そうだそうだボンバイ声楽、ナイス、ゲームセット、ジモンちゃんナイス、いいよ、いい試合だった、よかった。マジ勝てないかと思って、なんか辻元のパラメーター的にさ、立花に勝てるかみたいな。よかった、さすがリョーマくんよ、あ勝ち、やったねリョーマくん、マジやったよ。そうだね、ま悪くはなかったんじゃない。いや今回の試合はね、正直マジリョーマくんに助けられた。もう少しちゃんと動いてくれればもっと楽に勝てたんだけどね。なんとも言えん、ちょっとリョーマくん一言多いんじゃないの。本当だ、さすがは性格、選手の層が厚い。いや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 、不動にすごいから。ああ負けちゃった、あなたなかなかやるわね、私の予想以上だったわラケット握ってまだ1ヶ月ちょっとです。しかし俺たちは2度やられるつもりはない。おう、都大会でやろう、うん、会いましょう。いいな、爽やかだな不動峰。この勝利で声楽は不動峰を下し、地区大会を優勝で飾った。やった、このわずか5分後、男子団体戦も優勝を決めた。5分後、同時進行でやってんの。まあこちらは当然だけど失礼だな。とにかくこの調子で次の都大会も突破しちゃうんだから。同時進行、おい来た来た、河村寿司、住所だとこの辺なんだけど、いかにも高そうなお寿司屋さんがあるだけだ。いやもう普通に行きたいんだけど私ここまさかこんな高級そうなとこで祝勝会やるわけなんて、やるわけないよね。うん、でもバンチ回ってる。いやどうしたの。あ、高さん、そんなところに立ってないで入りなよ。ん、あ、河村先輩、じゃあここの、じゃあ祝勝会の会場ってここですか。うん、ごめんね、中学生のパーティーにしちゃ渋すぎるよね。かっこいいわ本当にかっこいい。いえ、そういう意味じゃなく、高いじゃないですかこういうお店って。いや、うちはそうでもないんだ。そうなの。とにかく早く中に入ってよ、もうみんな待ってるから。もう普通に行きたい。は、はい、うちって、あ、そっか、知らないんだよね藤本ちゃん。うわー、いいな、みんないる、本当にここでやるんだ。うん、
そう言っただろ。さあお前も早く座って。でも私あんまりお金持ってなくて。心配しなくていいよ、ここ俺ん家だからさ。タカさん家だから無償なの？本当にいいの？ここって川村先輩の実家なんですか？そうだよ、ほらのれんにも書いてあるだろ。そうね、川村寿司って書いてあるからね。本当だ、川村寿司って書いてありますね。寿司じゃなくて寿司ってところがポイントですね。何言ってんだ、マジで何言ってんだ。そうなのかな。聞かせないでタカさんを。今日はおじさんのおごりだ、遠慮せずじゃんじゃん食ってくれよ。いいんですか？こんな食べ盛りの中学生たち本当に食べるからね。あー、岡村先輩そっくり。タカジ、この子だろ、お前の言ってた新入生の女の子。この声って本当にこのおしたりさんの中の人？本当に？うん。いやお嬢ちゃん本当かわいいね。辻本は確かにかわいい。辻本マジ見かけめっちゃかわいいから。むさ苦しいところで悪いけど味は自信あるからね。全然もう本当にこういうとこ絶対おいしいもん。はい。引いとる。それでは地区大会の優勝を祝して乾杯。いやいいな。これ中学生にしては神の祝勝か。さすが優勝校は格がちげえわ。こうやってみんなで美味しいお寿司を食べてると勝ったんだって実感湧くな。ふうもお腹いっぱい、これ以上食べらんないよ。いいのか、本当か、めっちゃ食べたんだろうな。足りねえな、足りねえよ。本当に食べるからね、ももちゃんは。あ、ももしろ先輩、足りないってすごい勢いで食べてたみたいですけど。お前はあっちに行けって、どこの席行っても追い払われちまってもうタカさん大赤字だよ。冷てえよなみんな。遠慮して少しは。そうですか、でもここも残ってないし。あ、そういえば、あ、どうした先輩、ちょっと待ってて。確かここに、あ、先輩これいただいてきます。うん、いいよ、おいしいよ。先輩どうぞ。お前ってやつは気が利くな。早速もらうぜ。もらってきちゃったなあれを。あ、うん、さようなら。どうしました先輩。みあ、 あれじゃん先輩。水どうしちゃったの。美味しいのにな。藤先輩どういうことですか。僕の特製わさび巻き持ってったでしょ。なんてものを川村寿司に頼んでんだ。あれってそんなお寿司だったんですか。めっちゃ緑なんだろうな。うん、みんなはダメみたい。さすがにわさび、全力のわさびはちょっとよ。藤先輩って一体どんな味覚してるの。でも普通にリンゴとかも好きだからさ、あの自然的なやつも好きだし、いろんな、なんか幅が広いんだろうね、許容範囲が。ってな感じで祝勝会は盛り上がった。楽しかった、まさに勝利の味って感じだね。よし、この勢いで都大会も勝利だ。すごいよ、さすが。今週は何をしようかな。どうしよう。わあ、もう校内練習なの。もうじゃあ校内練習まで行ったら一旦切りつけようか。今週は普通に練習する。でも待ってあれよ。ごめんね何回も。あのね、勉強があるのよ、テストだから。あのね、テストのために勉強していいと思う。でちょっとその空いたところはなんていうの、全部あれよ、やっていいと思う。好み先生のところに行っていいんじゃないかなって思います。ちょっと一回ごめんなさいね。もうセーブできるチャンスが少なすぎるからセーブします。はい、じゃあちょっと今回ね、勉強するね。珍しく勉強しますよ、学生らしく。テストが近いんでね、もうバカじゃやってらんないんで。はぁ、あ、はぁはぁ、あと少しだ、ファイト。あ、向こうから走ってくるのって乾先輩で。ここ通学路じゃないんじゃないの。乾先輩。やあ、
ロードワーク。ロードワーク。言い方かっこいいな。はい、先輩と一緒です。大会が終わったばかりなのに関心だな。そうね、昨日の話だもんね。練習のペースが来るとかえって大変ですから。ああ、それは理解できた。ところで地区大会はどうだった？楽しかった。とって言いますと？お前にとってはテニスを始めて最初の公式戦だったわ。そうね、そうね。無我夢中でよく覚えてないんです。もうバッチリって感じです。すっごく勉強になりました。なんかどれもいいな。もうバッチリだな。強気辻元。何がバッチリだったの？具体的に言わなきゃダメ。もうすっかり雰囲気に慣れちゃいましたから、どんと来いです。そうか、まあ、あ、嫌いかなこういうタイプ。抽象的な女は嫌いかな。あれ犬先輩、ちょっと呆れられちゃったかも。なんでだ、いいだろこういうタイプ。わかんないんだよ、なんか覚えてないだろうそういうのって。よし、すごいな。5月31日、早いな。5月も終わりか。今帰りかい？途中まで一緒に帰らない？絶対家近いね。いいですよ。でも先輩の家ってこっちの方角でしたっけ？違うよ。だから途中まで。実はね、少し話がある。はい、なんすか？お話ですか？何何？うん、今度の都大会のことなんだけど、はい、調子はどう？バッチリって言ったら乾先輩引いてました。いや、あのバッチリっていうのは都大会、あ、地区大会の感想を言ったんだけど、ね、調子は上がってますけどまだまだです。もっと練習しないと。だったら近くの公園にあるテニスコートで少し練習していかない？これ何、藤先輩の好感度が高いからこんなことになってんの？まあ確かにエンカウント率高いからね。はい、いいですよ、音もします。すごいね、部活行った後にまだ。おい、カモシ、あんな相手に時間をかけすぎだ。きたー、たるんでるぞ。たるんでるぞ。うっす。あれは氷堤学園のアドベント2年のカバチ。知ってんだ。そうだわな。声楽の富士じゃねえか。妙なところで会うもんだな。んって可愛いね。可愛い。いやー、藤井先生、お互いに認知し合っとんのめちゃくちゃいいな。確かにね。君たちも都大会に向けての練習。可愛い。分かってるんなら出て行ってもらいたいな。邪魔だ。おい、お前、お前、どこにでもコートあるんだから。いいじゃん、ここが好きなのかな、アトベ。もうもしかしたらここの建築もアトベ家がやったんかもしれんね。そんな私たちだってここで練習。怖い、何なのこの人たち。やっぱ第一印象ってそんな感じなのかな。初めて会ったら何にも知らなくてさ、アトベさんのこと。なんならお前らの練習に付き合ってやってもいいぜ。なんか優しいね、付き合ってやってもいいぜ。暇つぶし程度にはなるかもしれねえからな。何言ってんだ。好きだ。好きだよ。強気で言い返す。相手にする前とする。冷静に言い返す。強気で言い返す。強気で言い返そっか。辻元の性格的にこうなるでしょ。かかと落としする女だからさ。何よ、ここはみんなの公園だもん。命令される筋合いないんだから。言い方よ。バカそうやな。さすが学力20なんとかもんね。おい藤井、この生意気なのも声楽のメンバーか。そうです。残念ながらそうなんです。そうだよ、将来大男、175センチの大男に対してこのいきなりの初対面の言い方よ。面白い。だったらこれからワンゲーム限定のダブルスはどうだ。面白い女になったかな。望むところです。藤井先輩、花柱花っ面かな。へし折ってやりましょう。売り言葉に買い言葉だね。熱くなりすぎるのは感心しない。え、ダメでした、ダメでした。
でも先輩、独り占めは良くないですよ。それにあれだけ言われて辻元の性格上そうなっちゃうんですよ。ダメ？仕方ないね。都大会に向けての予行練習にしようか。うん、じゃあ始めるか。カバジ頼んだぞ。すっげえ口の脅威だな辻元うし辻元マジで。ちょっと何座ってんですか。あの原作のやつね。コートのど真ん中に跡部さんが座ってカバジしか打たないってやつね。カバジ一人で十分なんだよ。だから座ってるんだ。いや、ぶねえだろ。あぶねえだろ。カバジが走るときに、うわ、あとめっちゃ邪魔だなみたいな感じにならんのか、あれ。なんだすって。好きにさせときだよ。さあ、始めよう。藤先輩、キレとんな。もうこれ原作だと、ももちゃんと神尾明、二人が、あとべとカバジと戦うんだけどね。やっぱこれゲームなんで、辻もちゃん。で、あと好感度の高い藤先輩ってことなのかな。これ多分誰、いろんな人になると思う。手塚の可能性だってきっとあると思うけどね。座ったなあの男。座りよったな。もういきなり使いますよここら辺。ほら、あとべ稽古絶対倒すんで。おれい、はいよ。座ってる、あの男座っとるな。どれくらい。おお、めっちゃすごい。行って行って、行っちゃって藤先輩。はいよ。これくらい。うわ、早い。ラブフィフティーン。早い。やば、めっちゃじゃん。もっと球をよく見て。ごめんなさい。撮影した。はい。ほんとごめんなさい。いや、勝ちたい。いい感じかも。決めるよ。決めて。よし。ナイス。アウト。よし。よし。さすが藤先輩よ。なんか回転かけてくれたかな。ほら、やっと。決めるよ。アウト。先輩、まあ私もだけど、いや絶対勝ちましょう藤先輩。いけ、僕が取る。僕が取る。受けて。おおおお、ついにヒグマを。あー、かっこいい。なんだヒグマとしてそんな。サーティーオール。もうちょっと高いんでしょ。ヒグマとしてスマッシュに対してのね、返し技なんで。やばいやばい、マッチポイントだよ。サーティーフォーティー。やだやだやだ、絶対にやだ。行きます。なに、負けちゃった。やだ、ちょっと戻りますね。僕が取り入れるよ。ナイスナイス、やった。嬉しい。カバジめちゃくちゃその守備範囲広かった。すごいね、カバジすごいじゃん。2対1でもほぼ互角よ。いや、ほんとすごい。後でめちゃ邪魔そうだったけどね。なるほどな、富士が言う通りなかなか骨のある1年のようだな。ありがとうございます、ありがとうございます。毎朝5キロの山道通学路だったんで。ただまあ、今度会う時は俺をタツキにさせる程度には強くなってくれよ。何言ってんだ、めちゃくちゃ邪魔だってよ、あんなコートのど真ん中。声楽の今後を楽しみにしてるぞ。どうもです。行くぞカバジ。おう、うし。いや、好きだ、めちゃくちゃ好きだよ。
言っちゃいましたね、負けたくせに偉そう。ヤトベは立ってないよ。21だぞ21。勝つには勝ったけど、アトベはずっと座ったままだったね。本当本当それだよ。あれじゃ本当に勝ったことにはならない。そうだよ、もう21だよ。そうですけど、アトベを本気にさせるにはステップアップしなくちゃね。アトベ、これからは僕が君の玉出しに付き合うよ。玉出し？何それ。はいはい、何？あん？あん？こうして新しい練習法、玉出しが加わった。何言ってんだ、玉出し。今日は何しようかな。いや、マトベに買ったんで、すみません、セーブするのと、であれだ、ちょっといい感じの時間なんで、今回はここで終わりたいと思います。ごめん、ちょっと長いかもしれないんですけど、はい、お疲れ様です。